ふんという字に行きますね。まず、アメカンモリですね。少し右上がり。左下に向かって、右を広くですね。この中心に対して、右を広く。じゃあ、中心に立て。4つの点をバランスよく。ここの通る位置は、これを3等分した時の3分の1あたりって覚えると、割とここの感覚が捉えやすいです。この左側に、45度ぐらいですね。この線よりも上の位置から45度で払っていきます。少し右上がり、斜めに降りてきて抜きます。右に平行に近い感じで抜いて、